How's it going, everyone? My name is Michael SK, and welcome back to Wonderful Everyday. So we are now in Hasaki's route, following Jabberwocky, which followed Tomosane. We'll be going back into Tomosane's route later in order to make the other choice that I have not made, which I believe will throw us down some sort of other route. I'm not exactly sure. Regardless, I was told to just continue on. And that's exactly what we're doing. So we're following Hasaki around. It is July 15th, so haven't seen Tomosane around all that much. This is around the time when he was sort of losing control of his consciousness. And this is also around the time when Takuji starts going a little insane, just a little bit. それはね... We also met this goon on the right.何をさめちゃくちゃ教えてるんだ。オカルト教えて女の子はそんな真っ赤になるわけないでしょ。何よ、なんでめちゃくちゃだってわかるのよ。それともあんた口をめちゃくちゃにしてやろうかしな。ああ、いや、嘘です。どっちにしろ今はまだ予言はできない状態だってユキさん言ってました。 しかし、一応バレてないのはすごいね。数秒で予言を書き込むって眉唾な感じするけどね。はあ、それはそれとして、ネット上ではここ最近の北交関連の事件はどんな噂になってるの？Yeah, I'm kind of interested in hearing about them myself. ウェブボットプロジェクトが今年の 7月 20日を 3時 のピークとしてて、 Interesting. Those girls were apparently trying to save the world. さあ、そのあたりのことは。ただ、その少女たちが 7月 20日の世界滅亡に言及してたって。 そうなんですか。あの人が。その自殺した女の子って、ハサキちゃん、知ってるの？あ、いえ、知ってるってほどじゃないですけど、一度トモ兄さんとユキさんと会っているのを。 Oh, wait a minute. Hold on, I totally forgot. Yeah, she did come across, She did come across her one time when, Yuki was up on the roof, and I guess... Was Tomosane there? I'm not sure, but it was one of the times when, I guess Yuki was just chilling. She came up, and they were, I guess, talking with Yuki's terrible memory. 何度か出てるけど、そのトモ兄さんって誰？ うるさいわね。あんたに質問する権利なんてないのよ。 君の兄さんってタクジ君だけじゃ。 Yeah. それってどういうこと? うるさいって。それでインターネットでは兄さん自身とかも話題になってるんでしょうか? うん。名前までは出てないけど、北高で何やら大変なことが起きているという噂にはなってる。 とある男子生徒を中心として、という認識かな。どっちにしても僕も含めて、噂の震源地の北高の裏掲示板を見ることができないからね。それが、託児兄さん。いえ。どのくらいで身元が割れる?さあ、ただ僕が気づいたぐらいだから、いつか誰か、 勘のいいやつは気がつくと思う。聞いた話だと、ネットの世界って名前が分かったりしただけで、住所なんかも特定するって。Yeah, well, kind of. まあ、そうなるのかな。必ずとは言えないけど。でも、住所や電話番号がネット世界でさらされる可能性はあると思うけど。今は大丈夫なの?
現状は大丈夫っていうよりもあまり騒がないで情報を調べてる段階だから、いろいろなことが分かり次第伝突とか始まるかもしれないですね。伝突？電線の煙突か何かでしょうか。ああ、ネット用語でね、電話突撃の略。企業とか学校とかに電話かけたりするんだよ。何のためですか？まあ一応は電話突撃取材って言われるぐらいだから問い合わせだったりするんだけど、単純に嫌がらせと考えた方がいいかな。 And a new form of harassment, which by the way is quite illegal nowadays, is swatting. Yeah, isn't that fun? 無言電話がたくさん来たりするとか？ああ、そういう古典的な嫌がらせとはちょっと違うんですよね。取材中の言葉を録音したりしてネットに上げたりするんです。はあ、暇つんね。まあ暇つぶしですからな。暇つぶしでそんな嫌がらせするなんて、この国もどうしようもない人間ばかりになったものね。まあ興奮とか義憤とも言えますけどね。でもうち電話ないですよ。ネット配線だけのはずですけど。電突は基本的に自宅より学校とかにやるんじゃないかな。なら今すぐできるんじゃ。帰宅校であることは分かってるんでしょ。だから今は様子見なんですよ。スネーク中って言うんですけど、いろいろ調べてるはずです。なら間宮の家の場所が割れるのも時間の問題ってわけね。でしょうね。Great. なるほど。なら、葉月ちゃん。はい。今日からここ泊まりだから。え？でも。必要なものを書き出しなさい。それがいいかもしれないね。これからあの家の周りは少し騒がしくなるかもしれない。そうそう。で、この木村ってやつに持ってこさせなさい。僕ですか？そうね、このカメラの命が惜しくなかったらいいけど。それ僕の戦う正義のニコンデジ1 D3。 あら、このカメラ戦うんだ。なら試し割りで使ってみるのもいいかも。そんな、それ僕の魂なんすよ、心なんすよ。ならその心、私が撃ち抜いてあげるわ。この10センチの爆弾と呼ばれた拳で。 Who's they? そんな、あんたどこの傭兵ボクサーですか？傭兵はボクサー？ああ、いや、今のはおっさんしかわからないギャグでね。今の一連のギャグのどこが面白いかというと、おっさんじゃないお姉さんだ。そこなんですか。あと最後のも成原博士のパロディーね。マニアすね。Rest in peace, I suppose. ただいまでございます。時間かかりすぎよ。引っ越しかよってレベルの荷物じゃないっすか。女の子が泊まるんだから当たり前でしょうが。女の子が泊まるのになんでタンスごと必要になるんですか。 The entire dresser。 当たり前でしょ。女の子の下着とかあんたみたいな男に触らせられないでしょ。うわ、それでタンスごとなんだ。当たり前だ。すみません。じゃ、上の部屋空いてるから。空いてないじゃないですか。マスターの部屋しかありません。だからその部屋で寝泊まりしなさいよ。マスターは愛人とこでも泊まるわよ。 God damn it。 なんか愛人とかリアルすぎてキモいですね。マスター、も
しよかったらお店で寝泊まりしたいんですけど。ちょ、それダメよ。女の子こんな場所じゃ寝かせられないわよ。そうですか。奥のソファーなら私は十分寝れます。 Now hold on. This place might be infected. Or not infected, but it could be dirty. 何言ってるのよ。疲れ取れないでしょ。そんなことありませんよ。あれぐらいの大きさなら寝てて全く気がつきません。それに、それに、もしトモ兄さんか前のユキさんが来た時、私が最初に会いたいから。 Fair enough。 ハサキちゃん、本当はあのままマミヤの家にいたいんですけど、でも正直あんなユキさんをずっと見ているのは辛い。だからですね、実はここに泊めていただけるってマスターに聞いた時は正直助かったと思いました。何よ、ならそう最初から言ってくれれば。 I guess Kimura wasn't lying when he said what he told Tomosane when he rearose about the fact that she doesn't exactly like living in a house where she isn't recognized. ごめんなさい。でもさすがにわがままかなって思って。バカ。Master gently embraced me. あんたはあの子が命がけで守った子なんだから、私の子なんだよ。ああ、トモサネだってそう。今だってあの子が守ってくれている。私はそう信じてる。医者は絶対違うと言うと思う。多分大半の人たちだって違うって言う。でもね、私は信じてる。あの時ハサキちゃんを守ったあの子は今でもトモサネのことを守っているって。全ての呪縛、全ての亡霊から。はい。 I hugged Master back. Our father died and our mother ended up like that. Ever since, it's been Master Minakami who's been looking out for me and my brother. Maybe he's been spoiling me.I cried into Master's chest. I don't know why, I just needed to cry. Totally understandable. I have a lot of respect for this man. Definitely kind of a ridiculous character in terms of physical appearance, but regardless, a really trusting character as far as I can tell. I couldn't tell if my eyes were open or closed. A world without light. There was light. When my eyes focused, I saw I was within a faint light. これいつもと違う天井。あ。I jumped up and checked my surroundings. Oh, that's right. I'm okay. I'd been staying here at the bar since yesterday. 今何時だろう? I would normally be able to tell the time of day, excuse me, from the sun streaming in through the window, but in this darkness, I couldn't tell at all.I looked at the clock. It was just after 9 a.m. The bar's interior is always dark, even during the day. According to Master, the walls and doors are thick so that gang members can't break in. Bars where gangs could gather used to be built with unusually heavy walls and doors to protect against break-ins. But of course, that only happens in other countries. In a way, the bar is a lot safer than the house. When the doors are locked and no one can come in,And no one can see in from outside. What? Did I just hear someone knock? I can't imagine any customers coming in at this time of day. 起きた? Yes. I stood in front of the large door. I raised my voice a little to answer. 木村さんですか? I guess he's an ally of some sort. うん、木村。鬼の木村。ジャーナリストオブザイヤー木村。なんですかそれ。あれからいろいろ動きあったよ。新重大情報も掴んだんだよ。あの後も調べてたんですか。うん、全然寝てないんだよ。すごいでしょ。入れてよ。
What should I do? Master told me not to let anyone in until he got back, but... Ohayou, Hasaki-chan! Genki desu ne. Nete nai kara ne. Yeah, I'm definitely really happy when I'm lacking in sleep. Definitely chipper as fuck. Ah, osake chōdai yo. Whisky! Mada eigyō jikan ja nai no ni. I reluctantly stood at the counter, even though I usually work back in the kitchen. Gohan wa tabeta no desu ka? Tabete nai! Teiyu ka, Hasaki-chan ryōri dekiru no? Maa, omise no tetsudai teidō de shika yatta koto arimasen ga. Baai! Nani ni shimasu? Kore ga menu desu. Celery no asazuke to...ペンネアラビアータとマルガリータピザとセロリの浅漬けは切らしてます。まだ仕入れに行っていないので。ならウイスキーアドービックのね。千年。そんなウイスキーありません。なら10年でいいや。 This guyハサキちゃん料理うまいね。すごくおいしいよ。ありがとうございます。あとお酒おかわり。グレンパークラス1億年。大丈夫ですか？真っ赤ですよ。君に恋してるのかな。 OK, now wait a minute. はあ、はあ、何僕の言葉にドキドキした？大人の魅力に酔いしれたかな。酔ってるのは木村さんだと思いますが。あの後ろ。後ろ？なんで木村なんか入れてるのよ。なんかいろいろと新情報調べたからって言われたから。そんなのに釣られないでよ。まったく不用心ね。Now, I'd completely believe him that he actually found new information. I just don't know why we had to feed him first. 何やってるんですか？ごそごそと。財布からお金抜いてるのよ。その後、外に捨てておかなきゃいけないから。I mean, come on, we gotta run a business. But we are running a business. みたいなことダメです。 I mean, we're not exactly ripping him off. それで、木村の新重大情報って？すごいですよ。僕のことを本物のジャーナリストだって見直しますよ。 I mean, I'll still be in complete doubt, but alright. そんなもんなくても。あなたは典型的なマスコミよ。大丈夫、真のジャーナリストだから。悪い意味で。真のジャーナリスト、そうですよね。マスターもそう思いますよね。ああ、分かったから。その新情報って？ですね、昨日ネットに貼り付いてたら杉宮駅周辺で誰かあれらしいって書き込みがあったんで杉宮に行ったんですよ。それで？杉宮だったら例の飛び降りがあったマンションじゃないかって貼ってたんですけど、二人の女子が来たんですよ。OK。 ふーん。で？何か拾って帰ったんですよ。それのどこが新情報なのよ。まずですね、その女の子二人が北高の生徒だったんですよ。Megu and Kitami, I believe. だから、それのどこが重大情報なのよ。その二人、赤坂メグと北見さとこって子なんですよ。Okay, well, I got first and last name sort of mixed up there, but yeah, Megu and Satoko. で、この二人って自殺した高島ザクロをいじめていた学生なんです。何の確証があって言ってるの？ですね、実はもともと僕は麻薬汚染の取材してたんですよ。
その過程で数人の北高の学生の名前が出てきたんです。この2人の女子生徒は関係者として何度も名前が出てきたので前から調べていたんです。以前にいじめが原因と思われる事故が北高 C 棟であったことも突き止めています。はあ、それがどういう意味があるの？すごい！は？何が？ここまで調べ上げた僕、すごい！すごくないわよ！何もわからないじゃないの！ I mean, he is piecing together the things that we know from our adventure through this game, but I don't think it's anything too helpful. 何言ってるんですか？謎は一気になんか解けませんよ。徐々に解けていくものです。なら全部解いてから言いなさいよ。途中経過なんていらないわよ。そんな、ここまで情報を集めるのだって大変なんですよ。それがあんたの仕事でしょうが。仕事だとしても全然寝てないんですよ。残業で言えば24時間働いてる計算です。寝てない自慢とかどれだけうざいの。あんたモテないでしょ。なぜそうなる。 That is actually a good question. 寝てない自慢はうざいって有名な話よ。女の子にモテる子ならそんなこと言わないわよ。 Well shit, I guess I've been going about it wrong. 僕は例外です。どんな例外だよ。木村さんは彼女さんいるんですか？ Here I'll answer for him. No. はさきちゃんと僕は付き合うために今まで素人童貞だったんだよ。That's illegal. 痛いです。あんた、多分30過ぎても素人童貞よ。なんで僕みたいな仕事ができて優しくてユーモアもある完璧な男が。 Wait, isn't this just a contradiction? Wasn't he saying in the previous day that he had some lovely adventures with prostitutes? なら、なんでその年まで素人童貞なのよ。それはもう、ハサキちゃん、君に出会うこの時を待っていたんだよ。 That's still illegal. 風俗に行く人間が言うな。マスター、いちいち殴るのやめません？ユーモアなんですから。ユーモアって顔じゃないでしょ。ひどい。 I mean, he did just recently drink. ハサキちゃんはどう思う？何がですか？ About killing him. 僕のこと、僕のユーモア。はあ、大変だなと。え、何が？あ、いや、そんないつもユーモアを連発されててさぞお疲れになるんじゃないかなって。そう？そうだよね。僕って人に気を使ってどんどん疲れていくタイプだからさ。ははは。大変ですね。そんな僕をどう思う？もちろん異性としてだよ。大変な人だなと。いや、僕が大変なのはよくわかってるんだよ。僕はいつでも大変さ。That's nothing to really be proud of, man. Gotta say. 大変の意味取り違えてるでしょうが。大変ってすごいって意味でしょ？それより僕のことどう思う？好きとかない？好きってほど知り合ってないですし。ならこれから知り合っていく感じかな。ダメよ、このハサキちゃんには好きな人がいるんだから。 Yeah, master. え、マジで？そいつ誰？それはね、そうだ、今日の買い出し行ってください、マスター。そんなの夕方からでいいわよ。その木村さん。え、何？もう閉店です。帰ってください。
まだ回転もしてないし。That's the point, I think. はいはい、外に出て行ってください。うわうわうわ。That guy is a real goon. Master! But not like a bad goon, more just like a... just a silly goon. ごめんごめん。もう、変なこと言わないでください。あら、単なる冗談じゃない。それとも、マジでそういう人いるの？そんなことありません。This is all sounding familiar. 私、買い出しに行ってきます。え？まだお店。行ってきます。See ya. I guess. Why does this all have to happen right in the morning? That's a good question. I looked at the clock. It was just before 11. I said I was going to the store, but then I realized that the store wouldn't open until noon. どうしよう。I brought the shop's wallet with me too. If I went back without buying anything, I would just look dumb. Oh well. I haven't gone to see her in a few days. Maybe I should check in on her. Oh. I was like, wait a minute, what the fuck are we talking about here? White Lotus Apartments. I didn't really want to come here. My other relatives have even told me to stay away from her. But I come to the apartment here every few days. The person who abandoned me. The person who denied my existence. That's who lives here. So I won't abandon her. And of course, that's not because I love her or even because I'm a philanthropist? Philanthropist? We'll go with that. The person who abandoned me. If I abandon her after she became powerless, I would be no different. I hate her. But her blood runs through my veins. And I don't want to do the same thing she did. I won't abandon her. She abandoned me, but I won't abandon her. Because... Tomo Nisan ga... so datta kara. Tomo Nisan hated our mother more than anyone. He tried to protect me. But even Tomo Nisan couldn't truly hate her in the end. He couldn't throw her away. That's how she ended up like this. And even now... Tomo Nisan wa hikyō da. Are dake... あんな女切り捨てろって言ってたのに、それなのに最後はお母さんを捨てることができなかった。You know, I don't exactly remember Tomosane ever saying that. トモ兄さんがそんなんじゃ、私だって同じだよ。トモ兄さん。んで、トモ兄さんって誰なの ？God damn it, man. て、いや。ハサキちゃんが好きな相手って。そのトモ兄さんって人なの？何？幼馴染のお兄さんみたいな感じかな？ I guess we should have, you know, expected this guy to still be around in some sort of way. ハサキちゃん、ちょっと大人なお兄さんに憧れちゃったってことだよね。なんでこんなところにいるんですか？心配だからさ、ハサキちゃんのことを追いかけてきたんだよ。つけてきたの間違いでは？何言ってるんだよ。何があるかわからないだろ。ハサキちゃんみたいなか弱き娘には僕みたいなお兄さん肌のボディーガードが必要なんだよ。Not exactly sure I could use that as a description, but alright. そうなんですか。木村さんは私のボディーガードをしてくださるんですね。もちろん。手、出してください。え、何？手つないで歩きたいの？それとも手相？僕見れるよ。I grabbed his hand. ギョーン！さあ、この手を振りほどいてください。痛い痛い！無理！痛いよ！外してよ！ I sighed and let his arm go. 私みたいな非力な人間に掴まれただけで、自力で外せない人に私を守ることはできないと思います。It's a valid point. Yeah, 僕文化系だからさ、そういう体使うの苦手なんだよね。ああ、でも寝ないのとか得意だよ。
Again, not really helping yourself out here. I wonder what his problem is. I looked at Kimino-san's face once more. He had a huge grin on his face. But I guess he's not a bad person. And he gives us the information he finds. It must have been hard to get all that info. Part of it is just because he wants to get information from us, I'm sure. Still, he always tells us everything, even if he doesn't have to. Even now, he could have just followed me instead of showing his face. And more than anything, it actually does seem to be. But anyways, that's all we're going to record for today. We'll wrap it up on this episode. And next time, I don't know if this is the same day, July 16th, in Yuki's route, because I do remember, I faintly remember her coming to the apartment, and we got to meet the Mamiya mother, Mrs. Mamiya. Well, I guess now Miss Mamiya. But anyways, I was just thinking, she saw Hasuki for who she was. I wasn't thinking of that until just now. I wonder how that happened, or if this event even occurred in the first place, because there's no way that could have just happened in her mind. There's no way. So I'm sure she actually comes here at some point, and I wonder if that's when this all lines up. I guess we'll have to see in the next episode. So tune in for that. If you enjoyed this episode, please leave a like, subscribe, all that fancy shit, and I will see you guys in the next one. Take it easy.